夜膝が痛むのはこのどちらかが原因かもしれません。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、膝の痛みに関するヒントでお届けできればと思います。はい、日頃膝のお話あんましないのでこういう時噛みますね。はい、なんでですねこの話をしていくのかっていうと、最近ですね膝の痛みで来てくださる患者様っていうのが、多いなっていうのと、あとなぜか YouTube からですね膝の痛みに関する質問とかが多いので、ちょっと今回取らせていただければと思ってます。はい、で本題にじゃあ入っていこうと思うんですけど、多分ね膝が痛くて夜中こう眠れないっていう人って少なからずいらっしゃると思うんですけど、その場合だとですね考えられることは、一つはですね炎症ですね、炎症、熱感ですね、暑い、なんか膝が暑いなとか腫れてたりとかですね、そういったものを炎症って言ったりとかしてるわけなんですけども、これに対してはもう僕たちはですね基本的にこの痛みを都市的に取ることっていうのは、できないっていうふうに言われてます。でじゃあ炎症っていうのは何なのかっていうと、痛みを感じる物質っていうのがですね膝の中にこう貯留してしまってうまく流れてない状態なんですよね。はい、なので、僕はそういうケースはですね痛み止めは飲んでくださいって言ってます。はい、抗炎症、炎症作用のですね成分が入ってたりとかしますので、こういった痛みには薬を使っていただいていいんですけども、それを飲んだからとか言って炎症が出てしまった体は何も変わってないんですよね。はい、なのでその場合は炎症が起きてしまったのは何でかなっていうのを見ていかないといけないです。それが股関節から来てる人もいれば足首だったりとか、はたまた胸椎ですね、肩甲骨とか首、いろいろあるので、どちらにせよ施術だったりとか、リハビリだったりとか必要になってくるかなっていうふうに思います。はい、なので炎症に関するものに関しては薬を飲んでいただいて全然いいと思うんですけども、もう一個考えられるのはですね室外化脂肪体っていうやつの存在です。はい、もうこれはですね僕が理学療法士時代整形外科の外来で働いてた時に散々勉強しました。はい、また室外化脂肪体の話かっていうぐらい勉強させていただいたんですけども、このですね室外化脂肪体、脂肪なので脂肪って痛いじゃないですか、つままれたりとかすると。はい、と一緒でものすごく痛みに弱い組織なんですよね。弱い組織です。はい、でこの脂肪体に何かしらですね癒着ですね、筋肉の膜だったりとかという癒着を起こしてしまって、うまくですねこう膝が曲がったりするときに出入りがこう膝の中にできなくなってくるんですよ。そういったことが起きてしまうと夜間痛が起きてきたりとかします。よくあるのが寝返りした時にあーってなって目が覚めるとかですね、よくあるんですけど、この脂肪体をなので、治療していくことが大事なケースっていうのがあります。はい、なので今の話をまとめていくとですね、夜間痛には炎症の問題と、室外化脂肪体の問題っていうのがあります。はい、なのでこういった症状にはですね膝をピーンって伸ばした状態で寝るのは、あまりよろしくないので、こういうバスタオルとかをくるくるって畳んで膝がですねちょっとこう曲がった状態ですね、ピンって伸びた状態じゃなくてちょっと曲がった状態で寝ていただくと少しマシなんじゃないかなというふうに思いますので、これをね使っていただいてやっていただきたいなと思います。はい、で明日はですね、ここですね、こいつは本当に厄介なので、これを自分でケアする方法だったりとかがお伝えできればなと思ってますので、ご興味のある方はですねチャンネル登録してみていただければと思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、今日の内容良かったなと思った方はいいねだったりとか、ご質問だったり今日の動画の感想があれば、コメントの方でよろしくお願いいたします。はい、そしたらですねもうそろそろ患者さんが、来ちゃいますので、しっかり頑張っていきたいなと思います。本日もですね動画をご覧いただき本当にありがとうございました。